はい、皆さんこんにちは。セブレコンディショニングの三村です。今日のテーマはですね、肩こりを改善させるための体操っていうのをですねご紹介していきたいと思います。まあ今ですねテレワークということで、まあ自宅でこうパソコン作業とか、あとこう事務作業とかですね、やってる方がまあ多いと思うんですよ。で、まあはたまたね、外出自粛ということで、まあ YouTube を見たりとか、まあ、Netflix、Amazon プライムとかね、こう自宅で過ごす方がやっぱ多いかなっていうところと、であとその画面を覗き込むっていうことがやっぱ多いかなって思いまして、で、肩こりの方がね、やっぱこう増えてきてるということが、あるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、いつもだったら背骨コンディショニングって寝て体操をやること多いんですけども、今日はね、座ったままでもできる体操っていうのをね、ご紹介したいと思います。はい。ぜひ最後まで動画をご覧いただいて、座ったままでも、できる体操ですね。やって肩こり、改善していきましょう。では皆さん早速やっていきます。はい。では皆さん早速、体操ですけどもやっていきます。で、最初はですね、こう足をですね、こう組んでいただいて、で、膝の上に、肘を、ね、乗せていきます。こんな感じですね。で、ポイントはですね、やっぱ首の付け根なんですよね。ここをしっかりと、緩めていきたいので、顎をちょっとしっかりと前に出します。ぐっと。で、その上で、左右に揺らしていくという感じですね。はい。で、ちょっとやっぱこうやってるうちに、だん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 こう、顎はですね、こう、引いちゃう感じになると思うので、しっかりと顎を前に出して首の付け根にこう、効かす。それちょっと意識してやっていきましょう。はい。こんな感じです。で、これを往復で30回やっていきます。で、やっぱりこう、めまいがある方とかですね、めまいをこう、誘発しやすいと思うので、あまり無理をせずに行うようにやってください。はい。で、これ30往復、やりましたら、足を組み替えて、同様にやっていくという感じですね。はい。では続いてですね、腕神経ストレッチっていうのをご紹介したいと思います。はい。では、実施する方はじゃあ右側にします。右側の場合は、手をですね、横に開きます。で、若干後ろに引いてあげる。で、この状態のまま顔をですね、左側に倒してあげて、この、首元がしっかりと、伸びるような形にしていきます。で、その上で手のひらを下にしたまま、肩の付け根から、緩めていくという感じですね。はい。で、これはですね、この首から出ている、神経のストレッチになります。で、しっかりとこの首のつけ、あ、ごめんなさい、腕の付け根から回していくように意識してください。はい。で、これを、30回やったら、手を反対にして、手のひらを上にしたまま、神経ストレッチですね、行っていきます。で、反対も同様に行っていきましょう。以上です。はい。皆さん、体操の方、お疲れ様でした。はい。で、まあ、肩こりのね、原因はですね、やっぱ首の付け根の、骨がずれているということなんですけれども、これちょっと知識として覚えていただきたいんですが、まあ、要は首の付け根の、頸椎の7番ですね。このピンク色のゾーンの一番下の骨になります。これ、頸椎7番ですね。これが後ろに出てくと。で、もう一つ、この胸椎っていう、この、水色の部分ですね。この部分の骨の一番上。これがやっぱり後方に出て、ずれてくるというところですね。で、このずれの原因っていうのはやっぱりこう、首が、頭がこう前に出てくるっていうと、やっぱりこう首の付ける部分がぐぐーっと、比例してバランスを取ろうとして、ぐっと後ろに出ます。で、その結果ですね、この首の付け根から出ている、神経が引っ張られて、肩こりっていう形に、感知されていくわけなんです。まあ、一応ですね、その首周り、肩周りが凝ってるなっていうのはね、やっぱりこう世間ではやっぱ筋肉っていうところで、こういうふうにこう肩周りをね、筋肉マッサージしてるっていう方がね、多いと思うんですけども、実際ではやっぱこうパソコン作業していて、細かい字とかになるところ、画面覗き込むじゃないですか。はい。で、その時には、先ほども言いましたけども、頭が前に出ることで、首の付け根の骨がやっぱり後ろに出ていくというところですね。で、その結果、神経も引っ張られて、その筋肉、それも、付随して固まってくると、いうことですね。なので、歪む、
で、歪む。で、神経も引っ張れる。で、神経が過緊張になっていく。で、その結果、筋肉、その神経に、繋がってる筋肉も、緊張してくるということで、肩が凝ってくるってことになるんですよ。これが肩こりの原因ということですね。では皆さん最後まとめになりますけれども、肩こりの時には、しっかりと首を緩める。そして、腕神経ストレッチを行っていくようにお願いいたします。はい。で、ポイントはですね、やっぱこう首の付け根っていうところですね。はい。ここの頚椎の7番と胸椎1番。これがね、やっぱり後方にずれてくるっていうことなので、その首の付け根を意識して緩めていくっていうのをやってみてください。はい。では、最後になりますけどもね、今外出自粛で、やっぱこうね、自宅にいることがやっぱ多いと思うんですよ。で、そういう時だからこそ、ぜひセブンエイコンディショニングで、体の調子を整えていくっていうのをね、ぜひやっていただけたら嬉しいです。では、それプラスですね、この動画を見ていいなと思った方は、いいねボタン。で、そしてですね、今後こういった体操の動画だったりとか、いろんな知識をですね、皆様に配信したいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録していただいて、次回の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、皆さんご清聴ありがとうございました。次回また動画をよろしくお願いいたします。ではさよなら。